西寺市日西寺は平安系の右京九条一望にあった漢字。羅城門西側にあり、羅城門を挟んで当時と対応なした。跡地は現在の京都市南区唐橋西寺町で西寺跡として国の史跡に指定されている。平安系復元模型の西寺東西寺の造流がいつ頃始まったかは定かではないが、類似国史の延暦16年4月4日上に、 笠工人が作りにしてラとして記載されているのが、記録上の初見とされる。公認6年に作りに寺氏が任命されて、以降、関連する人事記録は見られないため、これ以降に、一応の完成を見たとされている。佐賀天皇の時の公認14年、当時は空海、西寺は守備に可視されたとされるが、高野春秋編年収録に記されたこの記録は、 伝説性が強いとされている。天長9年には行動が完成した。その後上岸6年までに薬師寺から総合所が西寺に移転された。第五次演技には演技6年に消防が西寺別棟となったという記述があり、西寺の整備を行ったとある。これ以降、他寺出身者が西寺の別棟となることが始まった。 省略元年に火災があったが、ほどなく再建されたとみられる。研究年間には文革が塔の修理を行った。この建築作業を明恵が見物している。しかしその後後廃し、再建された塔も転覆元年に再び消失以降に廃止になったと考えられている。しかし、田中茂久は二水期、 大英7年10月27日上に西寺二人を敷いたという記録があることから、戦国時代の中期頃まで西寺は存続していたと推測している。西寺の衰退原因は立地である右京の水はけが悪く、平安後期には住民がいなくなったために環境が悪化したことや、朝廷の支援を受けられなくなったことも指摘されている。 西寺は、当時と同様天皇の国旗を行う漢字の役割を持っていた。また、律令機構の一端を担う航路官として、外国施設設遇の施設であったという説もある。行動後西寺の後は1921年に、国の史跡、西寺後に指定された。1959年からの発掘調査により、近道、回廊、僧房、食堂院、 南大門等の意向が確認され、当初の未指定部分が1966年に追加指定された。在来の土壇は行動跡と判明した。当時と相まって平安系の規模を知る上にも重要とされる。現在は発掘時出土した近藤祖先の一部が残るのみで、京都市立から発祥学校の敷地や行動跡の都市公園から橋にしてら公園になっている。 と、あとは、唐橋小学校の敷地付近だが、書籍等は地下に渦漏れているのか小学校、造成時までに破壊されたのか確認されていないため、2019年、秋頃、令和元年に、推定地の発掘調査が予定されている。史跡指定地は唐橋小学校敷地、唐橋西寺公園敷地、道公園以北、当時通り以南の民有地と、これらの西側の道路を含む、 なお、唐橋西寺公園近くの南区唐橋、平垣町には、浄土州西山善林寺派の西寺が後継寺院として存在する。ありがとうございます。